連絡来ない。玉川さん連絡来ないよ。おかしいな、玉川さん連絡来ないよ。しなきゃ映んねえよ、多分向こうは中華チューナーしかないはず。あ、そっか。長いの出す？いいんじゃない？いいんじゃない？じゃあ、サマーバックに。浅間がまだ映ってない。あ、浅間山。浅間が向けないと。大きな画面で見るとはっきり映ってないですね。そうでしょうね。浅間は多分その手前に焦点があってんじゃない？うっすらとね、うっすらとこうあるのは分かるんだけど、うん、それはコントラスト比だね。これ見てみて、ね、こっちの見て、ね、あれどこ行った？それそう、うん、を出してるから。え、違うでしょ。これ浅間で見えてる。これね、これで見えでしょ。これ、こっちのはすごく綺麗です。これ明るしすぎたんだ。明るし、そうだね、明るしすぎだね、多分ね。うん、いけね、間違えた。ほら、コースでいいね。まあ、本当だ。うん。モニターは調整次第だから。なるほど。ちょっとピンクがかかってる、明るいがかかってる。そうだね。うん、でもはっきりですね。これが上がるから。そうか。これいいんだよ。ゴムのあれだからさ、カバーだから。それいいですね。すごいんだよ。クッションのものです。うん。万が一ちょっとぶつけたときには、あって言わなくて。この前のアマゾンでこれ調べしたんですよ、うん。黒もあるんですね。あ、知らん知らん。黒もありましたよ。本当。うん。カバーだけね。これだけ黒がある。うん、カバーだけ売ってる方でね。うん、いやいや、セットで、セット。全部ついてるの。そのアマゾンで買わないから。アマゾンで買わないから。